打ってないわけではありません。4本のヒットを打っています。しかし、そういった時にジャイアンツファンを喜ばせるヒットがありません。そして、配球場を見ていきましょう。直球系統の球はシュートも含めて広い数字になります。変化球は赤です。140キロ直球からこうなります。アウトコース含めて皆さん、まず外へ行きましたね。だと思いますね。はい、今度はこれでストレートに高めでボールにするか、もう一つ変化球で外側に組み立てるか、というのは完全に何を払って取ろうっていうのは、もちろんアウトコースのカーブがそこにあるからそういう配球をしてくると思いますけど、はい、外高め、なるほど、アウトコース2つ続きましたよ。そうですね、だからあとは原君がやはりボールに対して非常にスイングしてて、今回スイングしてましたからね、うん、そういうボールで打ち取ろうっていう意図はありましたら、ストレートで来たと思いますね。なるほど、隠してる方ですね、そっちから、もうボツボツ体行きますか。もう一つこれ高めに行くか、なるだ、でもやっぱ徹底してますね。外のボール、ボールっていう中で、今度は原君がいい方に読んでくれればね、アウトコースに対して積極性を持っていけばヒットが出るんじゃないですかね。読み合いですからね、この辺は面白いところですね。こんなに偏ってますよね。これも3コースでそれは強化ですね。いや、この辺は100度のスライドを放すのが良かったのないですか。ね、ショッカー低め、ショート田辺リアウト。皆さん、結局打ち取ったのは、シュートじゃないんですかね。まあ、甘い原君といえば打てるコースだと思いますけどね。原から始まります。原、岡崎、篠塚、駒田、原の後は左3人、そしてツーベースヒットを打った村田。のショートゴロです。原は5回目の日本シリーズですけども、今までのシリーズでホームランを打たなかったシリーズはありません。右中間、いや、ライト平野、打球伸びず、ワンアウト。今まで原はシリーズに4回出てますけども、これは5回目のシリーズですけども、必ずホームランは1本打ってます。もっとそれ以上打ったこともあります。広岡さん、ここで原にホームラン1本出るとまた、得点だけじゃなくて雰囲気も変わる。そうです、その通りだと思いますね。このシリーズはランナーがいない時には打ってますからね。村さん、こういった時はやはりホームラン警戒でしょ。もう
フォアボールよりは逆にでも勝ってる3点差ですからね、まあそれが思い切り、まあ、1点取られてホームランの方がいいとかねそういう場面はありますけど、うん、まあ、今日の場合はヘンリアのフォアボールとかね、そういう場面の方がやはり西武の方も嫌でしょうけど、次に行くリリーフの人も考えたらね、うん、やっぱり私なんかマウンドで投げても、もう打たれたらもうしょうがない、そういう開き直り投げますけどね。なるほどね。ライトへ、ライト前、クランデル、クランデル。ツーアウト。原さん、今の守りどうですか？いいですね。バットの先っぽですよね、はい、ですから飛び立った瞬間ちょっと後ろかなという感じでね、うん、すぐに前に出てくれなかったんですけども、すぐにバットの下げたということでね、判断して思い切って突っ込んできましたね。あ、それでスタートがちょっと悪く見えたんですね。ちょっと悪く、あれはもうあれぐらいは仕方ないと思いますね、うん、もうバッ前進められないんですよね、これが、ナイスバッティングでも意味がないですからね、これで1点を取るチャンスが出たわけです。6番原、第2戦先制打を放った時の原は4番でした。今日は6番。広沢さん、やはりね、はい、4番と他の打順では意識が違います。随分違うと思うんですが、自分も今年春は5月ぐらいに一度7番ぐらいに下げられたことあるんですけども、気持ち的にはすごく楽だったです。楽ですか？あの7番の方が。今日6番原、同点に追いつきました。これシュートなんですよね。シュートがアウトコースに抜けてるんですよね。シュートはピッチャーのシュートがこうアウトコースに来ているという、もう威力がないですからね。まあ原もこのシリーズは